これ見たことあるじゃん。これ福島のなんだって。知らなかった。楽王カフェローレ。うん、美味しい。あ、思ったより甘すぎなくて美味しいわ。本当だ。ね、もうめちゃめちゃ甘くないよね、全然。美味しい。ね。やばい。お、スカイライン4キロって出てた。どんどん今山登ってってる感じ。そう。国立公園だ。え？てか、ナビの表示やばくない？めっちゃバツついてんだけど。通行止めじゃないはずなんだけど。そうだよね。まだ通行止め期間の前のはずなんだけど。まだギリ残ってる紅葉が。ね、紅葉残ってるね。結構登ってきたね。あー、マジか。冬季閉鎖、通行止め。マジか。スカイライン無理ってこと？だから、この間雪降ったからだよ。マジかよ。最悪です。スカイライン行けませんでした。最悪や、マジで。本日からですね、福島旅が始まりました。はい、山形から移動してきて、昨日は福島駅のホテルに宿泊しました。今日から福島を旅しようということで、早速磐梯吾妻スカイラインっていう福島のドライブコースがあって、そう、あの標高 1600m ぐらいの山の上にあるドライブコースだったんですけど、紅葉もすごい綺麗だからぜひ行ってみてって視聴者さんからたくさんお声いただいてて、でもそこはその山の上だから冬季閉鎖するんですよ。そう、11月の15日の5時から閉鎖する予定だったんですね、うん、一応今日その前に来たんですけど、もう閉鎖してました。はい、なんかね、今年はね、11月11日、12日っていきなりめっちゃバーンって寒くなった時があって、そのタイミングで今回は早まったんだよね、その通行止め期間がね。そう、山形行く前にそこだけでも通ってっていう福島の人たちの声とかもあったんだけど、ちょっとすいません、行けなかったね。行けなかった、申し訳ない。スカイラインね、来年来ようかなって思ってる人は 2,3 日早まることは全然あるみたいなので、11月上旬ぐらいまでに行くのがベストかなと思います。あ、やばい、ショックすぎる。なえるね。福島旅一発目、早速やらかしました。早速やらかしたよ。ちょっと気持ちを切り替えていきたいと思います、はい、またいつか福島来た時にスカイライン通ってみたいな、ね、なんと急遽キャンプに行きたいと思います。それはそれでいいな。それはそれでありだな。めちゃくちゃありだな。お昼ご飯を食べに行ってキャンプをやりたいと思います。最高やん。最高、最高の動画じゃない。マジ最高。もう福島ね、キャンプ場のおすすめがたくさん届いてて、そうもう行ってみたいキャンプ場がいっぱいあるのよ。そう、マジで嬉しい、本当に嬉しい。今日天気いいんで、もう絶対最高です。今日天気絶好調です。最高です。そのキャンプ場があるところまでは1時間以上かかるよね。そう、かかる。がっつりと移動していきたいと思います。はい。 Why do I make things complicated?Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. I'm stripping down.ラーメンを食べにやってきました。磐梯食堂。磐梯食堂、福島グルメ東京圧倒的1位で、喜多方ラーメンといえばの名店なんですけど、平日のお昼時なんだよね。1時前、ちょっと並んでおります。こんな感じで。でも思ったより、土日は多分やばい。やばいね。ここね、朝7時からやってるんですよ。そうそうそう。福島ってなんか朝ラーっていう文化があって、喜多方ラーメン、ね、朝食にラーメン食べるんだって。またどっかの店でさ、朝ラーやりたくない？そうね、朝ラー体験はしたいね。朝ラー体験したい。楽しみです。東北来てからラーメンばっかり。ってかもう腹減った、マジで。ね、何も食べてない。トマト肉そばです。肉そばです。動線完璧だね。動線完璧。ここで水を持って自分の席に行くんだ。みんなキビキビ動いてるさ、だから全然待たなかった。回転が早いね。30分ぐらい待つかと思ったら15分ぐらいだった。今度寝起きラーメン企画やろうよ。やろう。近くの道の駅とかに泊まって朝6時半ぐらいに起きて、
起きたらもう速攻で速攻行って絶対に全然食べたくないんでしょ。寝起き10分で朝ラー食べてみたって言ったけど環境にないもんな。不思議だよね朝ラー文化やってないよねラーメン屋。なんでそんな文化になったんだろう。なんか夜通し働くみたいな人がいたとかだったら面白いね。観光とかがあって、あ、見て、やっぱり朝ラーのきっかけは諸説ありますが、市内にあった交代制の工場に勤務していた人たちが夜勤明けにラーメン屋に立ち寄ったからとか、なるほど、ね、朝早く農作業に出た農家の人が仕事を終えてラーメンを食べに行ったからとか、やっぱり夜働いてる人とか朝早いお仕事の人とかが食べるみたいな需要があったんだ。そこにそうだ、やっぱりそんな感じなんだ。これが名物肉そば。うわ、もう見えないじゃん、チャーシューで麺がバラのチャーシュー。うわ、美味しそう。これなんかでも色がさ薄いね。薄い、醤油じゃない？醤油だよね。色薄いね。この麺は結構太めの縮れ麺、美味しそう。いただきます。うわ、優しい。なるほど、めっちゃ優しい。うん、うん、うん、麺もモチモチツルツル。なんかこれだったら朝でもいけるわ。朝いけるわこれ、うん、めちゃくちゃ優しい味じゃん。めちゃくちゃいい。うん、うまっ。バラチャーシュー、うん、油が甘っ。朝からいけるわこれ。いけるねこれ。ちょっとさ、これ入れてみて。美味しい。これちょっと入れると美味しくなる。胡椒。ホワイトとブラックとか。うまいっしょ。めっちゃいい。ちょっと北方ラーメンマジうまくね。うまい。かわいそう。うん。うん。うん、これは女性でもペロッと感じできるラーメンですね。うん、うまいね。よくベニマル。マジでめっちゃあるよな。福島県内にめちゃくちゃあるよくベニマル。最初マジでイトヨカドーじゃんって思ったよね。そうそう、なんでよくベニマルなんだろうね、イトヨカドーじゃなくて。そうなんだ。うわー、えぐそー。えぐいよ、ここ。うわ、やばいやばい。きた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 、最高やん。やばいよ、えぐー。ちょっと待って、すごい、すごい、目の前だ。公安みたいじゃん。最高。えげつない、えげつない。めっちゃくちゃいいキャンプ場。最高やんけ。落ち着け、落ち着け。最高、えぐい。やばくね。綺麗。やばく。来た。来ました。来たかったキャンプ場。この天神浜オートキャンプ場めっちゃ来たかった。最高やな。すごいね。うん。久々だね、ご飯キャンプ。嬉しくね。嬉しい。言葉にならん、嬉しくて。明日の朝もやとかすごいかな。ね、楽しみ。ね。幸せ。今日はもうちょっとタープとかはもう出さずに、久々にこの車の前で焚き火を楽しみながら野ざらしキャンプをしようかなと思ってます。幸せ。なんかまるで北海道にいるみたいだね。そうだね。夕日も綺麗だろうね今日。もう嬉しすぎる。楽しい。最高や。急遽決まったキャンプだけど最高の気分です。いや、マジで来たかったから嬉しいわね。水曜日なんで全然人いないです。土日とかこれすごいことになるだろうけど、こんな感じ、なんか天国みたいな光景だね。
らして。新しい着火剤、新しい着火剤、ファイヤーライターズ。こうやってね、ここでね、こすってマッチみたいにしてつけるタイプの着火剤。かっこよくない？お、投げんの早いよ。うそ、消えちゃった。なんで分かんなくね、これ、うん、なんで今消しちゃったの、火ふーってやって火を強くしようとして消し吹いたの。熱い熱い、やけどしちゃった。もういいもういいもういい。ニーヤンが手を離すの早いって言ったから、ちょっと頑張って持ったらやけどしちゃった。結局それでさ、着火までさ、後からつけるんじゃさ、なんか違うじゃん。これこれだけでつけれるからいいのに。バナバナバナでやりたくない。ああ。バーナーでやられちゃった。今日も京都で、今日も京都でバーナーで火つけられちゃった。バーナーでつける火とバッチでつける火は違うんだからな。一緒一緒。北海道やん、北海道やん。関東から車で3時間か、通えるな。いけるね、頑張れば。頑張ればいけるべ。気持ちいい。風ないね。風マジでない。ここめっちゃ風強そうな感じなのにね。多分めっちゃ運いいんだと思う。風強い日はやばいのかな。やばいよ多分ここ。風あと寒くない？全然寒くない、全然寒くない。朝晩が結構寒いらしいけど。そうなんだ。サップやばいね、ここね。絶対サップいいよ。なんか秋とか冬でもサップ1個積んどいたらもろいのかな。絶対落ちないようにやる。もう落ちた瞬間ガタガタ震えて、もう震えたまま焚き火しないともう本当死ぬよ。念願のサップ全然できなかったことなんで。あんなさ川でサップやるとかなんとか言ってさ、全然できなかった。ちょっとこれはちょっと一個言い訳したい、うん、高知までやりに行ったのに一生雨降っててマジでできなかった。俺らがサップ期間設けてた期間マジで天気悪かったよね。天気悪かったね、うん。Someone's broken. Can we be strangers against our friends like a morning? What's so bad about that? 幸せだね。一番さ、あ幸せって思うこの瞬間な気がする。焚き火してゆっくりして、そう、絶景を見るという。So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. You. こんぐらいの時間もさ、本当贅沢で。お風呂入ってきました。あー、すっきりー。めっちゃ気分爽快。車でね、20分ちょっと離れてるところにお風呂があって、ちょっと遠かったんだけど、やっぱ今日どうしても行きたくて行ってきました。キャンプ場に戻ってきて一番驚いたのが星。超綺麗。星やばい。星マジですごい。星がマジでやばいの。キラッキラしてる。キラッキラキラッキラ。びっくりしたよね、うん、このキャンプ場はもう本当に100点満点です。最高です。今日の夜ご飯なんですけど、鍋をやりたいと思います。秋冬は毎日鍋です。もう一つ福島のあるものがありますので、そちらを、あ、鍋なので車中泊との相性ゼロ鍋を出さないと。前回のすき焼きで早速ちょっと焦げました。あとさ、好きな時にさ思い立ってさ、やっぱキャンプかねってなれるのがさ、どれほど幸せなことかっていうのをさ、うちらはさ楽しめないといけないよ。それな、本当に本当に。今日はもう市販の鍋つゆで簡単にやるから、もう野菜切るだけ。
完成。やっぱ浅いお鍋いいですね。やばい、なんか久々にカーサイドタープ出さずにキャンプしてるけどさ、これはこれでいいよね。うん、カーサイドタープあったかいけど暗くなるじゃん。そうそう、いや今日はマジであの寒くないし、そうそう風が強くないからマジこれ正解だと思う。鴨出汁です。みつかんの鴨出汁鍋つゆ、これちょっと他のやつより120円ぐらい高くて、高いものはうまいということで買いました。鴨出汁大好き。ちょっと斜めってますね。しかもねこれ無添加なんだよ。さっさっさ、いやめちゃくちゃいいやん。最高、落ち着いた。ちょっとあー最高。今日はこの鴨出汁のお鍋とね、いいやん、福島の馬刺し。最高すぎる。やばい、俺マジで馬刺し大好き。福島の会津地方って馬刺しで有名なんですよ。そうそうそう。で、あの視聴者の方から肉の大久保っていうお肉屋さんの馬刺しがめちゃくちゃ美味しいから、ぜひ猪苗代のキャンプに持って行ってねって教えてもらってって、そう今日行ってきました。肉の大久保、このキャンプ場からね10分ぐらいのところなんですよね。そうでね、冷凍じゃないのよ。そう、生の馬刺しを買えるんですよ。最高すぎん。プラス180円払うとスライスにもしてくれるし、うん、種類もねロースとかヒレとかあのたたきとか、うん、いろんな種類があった。そう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 。ちょっと持ってこい、いいから持ってこいよ。姉さんこちらです。ああ、アイズブランド最高級国産馬刺し、ありがとうございます。ちょっともう馬刺しは大好きです、本当に。馬刺し好き、もう本当に好き。こちら生肉好きなんですよね。一番人気のロースっていう部位で、そうそう、程よく脂が乗っててみたいな部位で、こっちがヒレ肉、一番柔らかい柔らかいヒレ肉、マジ楽しみ。両方買いました。会津の馬刺しってニンニクのこの辛味噌をつけて食べるんだって、うん、そこがちょっと熊本とかとは違う部分。なるほど。辛味噌を醤油に溶かして食べるんだって、うん、学ぶたまらんね。これはたまらない、ね、ニンニクの香りがすんごいするよ。すごいよね。あ、でも美味しそうだな、美味しそう。おろしにんにく、九州の食べ最高。よし、福島の視聴者さんからいただいた日本酒いただきます。テフ、テフひらがなでテフっていう日本酒、福島のね会津の日本酒だ。あ、美味しい。後味がすっきり、めちゃくちゃ美味しい。そうだね、美味しい。じゃあまずは2人ともこちらでいただきましょう。辛味噌の方でいただきます。いただきます。やばい、この馬肉めちゃくちゃうまい。うまっ。今日ちょちょちょっとちょっと、おいしすぎる。あんまつけすぎ注意だね。うん、ちょっと馬刺し半端なすぎる。半端なすぎる。ニンニク醤油パターンで煮かしてた。食べ慣れてるからな。最高。うまい。うん。うま。あ、やばいわ。やばいわ。食べ慣れてるから、うん、ニンニク醤油の方が好き。うん、わかるわかる。正直。うん。あぶ。うわ。めちゃくちゃうまい。おお。マジうまそう。やばいよね。これは今日みんな鍋食いたくなるんじゃない。ほんとなるよね。やばい。よしよしよし、じゃあいただきます。いただきます。ああ、うーわ、しみるね。うまい。うん、最高だな、マジで最高。夜になって急にぐんと冷えてめっちゃ寒いんですよ今。だからこそ鍋があったかい。やばい、ありがとうこの寒さって感じ。うん、まんげる。やば、うん、やばい、マジでうますぎるわ。今日は最強のキャンプです。てかさ、キャンプやったことない人とかがいるんだよね、信じられない。やった方がいいよ絶対、マジで。
マジでおすすめしたい。本当に本当に。うまっ。幸せすぎる。本当にやった方がいいよ、マジで。これ動画見てる、キャンプやったことない人ね、ギアとか集めるの大変だから、一回そのグランピングでもいいかちょっとやってみてほしいよね。マジでみんなやってるから今さらみたいなの本当考えないでやった方がいいよね。関係ないからマジで。本当に俺らの影響でキャンプ始めて、うんうん、その焚き火の意味がよく分かんないっていうか、なんかあの、うん、ぼーっとするのが分かんなかったけど、うん、実際やってみた結果、うん、めちゃくちゃ意味が分かったっていうのが来てた。言う人いた、うん、気づいたら1時間半経ってたって言ってた。そうマジそうだよ。そうだよね、うん、そういう時間が現代人には不足してんのよ、マジで。みんな携帯持ったり仕事のこと考えたり、頭を使わないっていう時間がなさすぎるんよ。だからキャンプとかサウナっていうのは強制的にこの世界に運んでくれるから、現代人こそやるべきアウトドアない。そうだよね、マジで。ここさ、今鍋うち元返したじゃん、これ。これ家族だからやるじゃん、うん、友達とかとさキャンプやった時にさ、これもしさ無許可でやられたらどう思う？この間知り合いがそれ話してたんだけど、友達とキャンプして鍋の汁が減ってくじゃん、だからこの汁を再生させるために手持ちの汁をこうやって戻す。友達とかと一緒にいた時にやられたらどうですか？うちはもう結構っていうかだいぶ無理。友達でしょ。あなた気にしなそうだな。別にいいから。え、そのさ、断りもなくやられても？え、その別にいいけど、うん、自分はやらない。だよね。自分はあの戻さないし。え、やられても別にその人との関係性今後。あ、戻したとは思うけど、うん、別にその。なんもならん。別にない。ない。うち結構嫌だな、それやられたら。今度親キャンプ連れてきたいなと思った。今。なんかさ、うち今いいこと思いついた。あの北海道でさ、キャンピングカーレンタルして3泊4日ライサタ体験みたいなのプレゼントしたくない？親に。娘と息子の日常を味わってもらいたくない？あ、キャンピングカー北海道で借りて、ママとうちと学の3人で1週間ぐらい北海道を旅して、うん、車中泊暮らしというものがどういうものかっていうのを味わう体験、面白そうじゃない、うん、好きそうじゃない親、うん、入れたくね。入れたい。今度提案するか、親たちに、うん、去年はうちのお母さん還暦のお祝いもあって石垣竹富島に連れて行って、それはもう一生の思い出なんだけど、毎年何かしらやってるんだよね、うん、俺は去年は函館。そう、ニーヤは去年函館。かきやばい、忘れてた奮発してかき買ったんだった。忘れてた。絶対最初から出てたらめっちゃいい出汁出たのに、忘れてた。ショック。タイミング地獄。マジでショック。仕事で地獄の連絡が来た。やばい、もう記憶なくした。記憶なくした。あ、もう本当に個人だとこういうことあるよな。ドタキャンされました。個人だと大企業に舐められるんよ。カキ鍋食え。味しないわ。味しないわ。あんなに心のリフレッシュとか言ってさ、偉そうに、もうこの日を見てる間は仕事のこととか上司への愚痴とか全部忘れられるんですよとか言って、今もう今日が見えてないもん。視界も真っ暗だから、今心に灯ったもう内なる、もう火も炎が燃え上がってる今。怒りの炎が、こっちよりも燃えてるから、こっちは100倍ぐらい燃えてるから。乗り越えられるよ。伝わらんか。この綺麗すぎる星たち。ねえ、どうやって伝えればいいの？マジですごいのに。映像技術じゃ無理ないや。いいや。諦めよう。現在の車内温度見てください、みんな。3度。3度。うちらはもう3度の世界は慣れっこですよ。あんま寒いと思わないもんね。思わない。スノーピークのグランド布団もクリーニングから戻ってきたし、そう、もうこうなったらもう勝ちです。もう何度でも大丈夫です。日本だったらマイナス15度まで大丈夫なの、実証済みなんで。よし、じゃあ皆さんおやすみなさーい。バイバーイ。
Jesse was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Laughter traveled well across those hardwood floors. Atayo wa usayu. なんかやっと日が出てきたね。なんか朝6時ぐらいからさっきまではずっと同じような感じだった。曇ってたね。もちろん日の出は見れなかったし。あちゅ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 。おさゆってさ、マジで今めっちゃ暑いじゃん。やっと飲めるって なったら30秒で冷たくなっちゃう。本当に飲み頃が分かんなすぎて。このおさゆに関してはケトルとか電子レンジ作っちゃダメなんだ。そうなんだ。それで沸騰させなきゃいけない。沸騰させることでカルキとか不純物が飛ぶじゃん。でも沸騰するじゃん、電子でやってケトルでやったら。どうは違う、全然全然分かってない。ケトルでも中で沸騰させるもうね、説明したくない。もう分かってなさすぎるから。説明しようと思えば説明できるけど、いやもういい、説明してくれよ。もういい、もうわけわかんなすぎるから。いや、もうその世界の人に説明する言葉は持ち合わせてない。ケトルで沸かしちゃダメで、こうやってこれでそう、本当にそうなんだ。同じだろって。違うんだって。下電気でやってるか火でやってるかさじゃん。全然違うの。何が違うの。ケトルじゃダメ。ケトルで言うの言えなくて。ケトルじゃ全然違うんだよ。言えなくて外して味が違うの。あの、まあ、ニアみたいな味音痴な鈍感舌には分かんないんだよ、この違いは。いや分かるだ、味一緒だろ絶対。美味しい。そんで